キャンディ・バローズは日本の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2015年のファンタジーステークス。半姉に2011年の函館2二歳ステークスを制したファインチョイス。判定に2012年のクローバー賞を制したアットウィルがいる。馬名の由来はキャンディ・カンブリ名。母あふれたあたは2002年から4年間で39戦に。 出走し、2003年の笠崎賞など4賞を挙げ、1600万円、以下クラスまで出世、2003年のフィリーズレビューにも出走した。競争馬引退後は繁殖品馬となり、初年度は黒船が種付けられたが産区は、生まれず、2年目にアルカセットとの間に生まれた初子が、兵庫県競馬で3賞。2009年に生まれた2番目の子、 ファインチョイスは2011年の箱館てにサイステークスを勝利し、3区として初めて重賞制覇を果たした。さらに2010年に生まれた3番目の子、アットウィルは2012年のクローバー賞を勝利している。その後、スペシャルウィークが2年間しつけられた後、6年目にディープインパクトが配合され、2013年3月22日に本馬が出賞した。 生まれてから3週間後、母溢れたあたの次年度の種付けに付き添って、八代大スタリオンステーションに、馬運車で移動。母が種付けを終え、共に牧場に帰る際、乗っていた馬運車が、交通事故に遭い、大怪我を負ったものの奇跡的に無事であった。しかし、同乗していた母は、ディープインパクトの種をはらんだまま、死亡。将来の定迷、母を同時に失うこととなった。 馬をつけることなく、牧場スタッフの努力によって育成された。しかし、一頭で放牧されるなど、寂しく過ごした。その影響で、母や啓子よりも馬体重が増えず小柄な体型に育ち、他の馬がいないと寂しがるようになり、その一方、精神的にタフになったという。その後、バローズのカングリー名で知られる、井野熊広次が所有し、キャンディバローズと名付けられ、 立冬トレーニングセンターの矢萩義人調教師の元に入級した。ブランボヌール2015年8月1日、札幌競馬場の神話戦にクリストフルメールを安城にデビューを果たし、単勝オッズ2.1倍の一番人気の評価で出走。しかし、ジープルメリアに首差及ばず、2着と敗れた。3週間後、同じく札幌競馬場の未勝利戦にルメールともに、 単勝オッズ1.7倍で、断然の一番人気の評価で出走。1分29秒1で走破し、札幌競馬場、芝1500メートルの2歳レコードを更新して、勝ち上がった。ルメールによると使える足が短いため、小回りの札幌競馬場は合っていたという。11月7日、重賞初挑戦となるファンタジーステークスに出走。 単勝オッズ11.7倍の5番人気に押された。コースタートを切り、逃げの手を打つメジェルダ、タガノビアーレ、1番人気のブランボーヌールを後ろから見ることができる4.5番手に位置した。そのままの体勢で最後の直線に侵入し、前にいる3頭を外から追い上げた。残り200メートル地点で先頭集団に並び、決勝戦手前で逃げ粘っていたメジェルダを、 頭差し切って勝利。重傷初制覇を果たした。馬体重4 1 2ラムで勝利となり、従来の2008年優勝イナズマ・アマリリス、2014年優勝クールホタルビの4 3 4ラムという記録を大幅に更新する、ファンタジーステークス史上最軽量体重での勝利を達成した。メジャーエンブレム続いて、阪神ジュベナイルフィリーズで初めて GI 参戦。 これまで参戦起乗したルメールは、アルテミスステークス2着から参戦するメジャーエンブレムを選択。そのため、アンドレア・ゼニに乗り換わり出走。メジャーエンブレムが単勝2.5倍の1番人気に押される中、単勝オッズ14.4倍の5番人気の評価となった。発走後、メジャーエンブレムや霧島お嬢など逃げ馬を後方から見つめる4番手に位置した。 最後の直線に入り、電光暗寿、クロコスミアなど先行勢と追い上げを試みるも揃って、伸びなかった。先頭のメジャーエンブレムにそのまま逃げ切られ、加えて、ウィンファビラス、ブランボヌールなどに差し切りを許して交代し、メジャーエンブレムと1.0秒離された急着に、敗退した。矢作は後に敗因としては体重の減少。初めての距離である1マイル競争。 直線の坂であると振り返っている。ジュエラー短期放牧に出された後、大花賞のトライアル競争であるフィリーズレビューに竹豊と初コンビを結成して出走。スタート後花を奪って逃げの手を打ち、600メートル35.0秒のペースで後続を率いた。最後の直線に侵入しても先頭を保ち粘り込みを図ったが、3番手から先行していた。 ソルベイグに追い抜かれ、さらに決勝戦手前で外から追い込んできた、アットザシーサイドに鼻ささし切られて三着に敗れた。部は、スタートも良かったですし、無理に抑えるよりはと思いました。楽なペースで行けましたし、押し切れると思った。惜しかったと振り返り、矢作は改めて直線の坂を範囲に上げた。その後、前走で獲得した優先出走権を行使して、 大賀賞に出走。部は、エルフィンステイクスを勝利した、レッドアバンセを選択したため、騎士が有事に乗り換わって参戦し、優勝したジュエラーから1.3秒離された13着に、敗れた。以後、短距離の重賞競争、オープン競争に出走するも2桁着順で敗退する。その後、高級して、自己条件の1000万円以下への出走。 北海道での滞在競馬などを観光。2017年のワールドオールスタージョッキーズでは、非常馬として参戦し、JRA 選抜チームの内田博之が騎乗する機会もあった。しかし、HTB 杯で3着となったのが最高で、勝ち星からは遠のいた。2018年8月23日付で、JRA の競争馬登録を抹消し、現役を引退。 現役最後の出走は7月29日札幌競馬場の同心スポーツ杯で5着。結果的にファンタジーステークスが最後の勝利であり、勝利は2歳児の2連勝のみである。以下の内容は NETKEIBA.com の情報に基づく。競争場引退後は北海道浦河郡浦河町の富田牧場にて繁殖品場となる。 2020年1月28日にデグラレーションオブウーお父に持つ発号を出産した。ありがとうございます。